また朝が来た。僕はずっとここで暮らしている。誰かが毎日ご飯を持ってくる。この向こう側は一体どうなっているのか気になっている。気づいた時からずっと毎日同じ生活。これといってやることはなく、気ままに一日を過ごす。お腹がすいたらご飯が出てくるし、好きな時に好きなことをする。夢中になるとすぐ夜になる。この生活は悪くない。でも昔母さんが言っていた。僕らの家はここじゃない、外にあるんだと。いつか行ってみたい。あ、お風呂。いつも通り何もないまま一日が終わった。また朝が来た。僕はずっとここで暮らしている。気づいた時からずっと毎日同じ生活。ん？なんだこれ。おいしそう。気づいた時には外の世界にいた。なぜかはわからないが、きっと神様のおかげだ。ついに僕は故郷に帰ってきたんだ。ああ、家に帰りたい。